ないです。いやです。レトロゲームコンピューターっていうゲオで買ったあのファミコンの互換機らしいです。で、最初からなんか118種類のゲームを内蔵。で、ファミコンのソフトも使えるとは書いてあるんですけど、2000円ぐらいか。1980円の税抜きやったような気がする。で、買ったんで、もうネットでもなんか、そっくりなやついっぱい売ってますけど、ちょっと試しに買ってみました。だいたいそっくりなやつ全部18種類なんやな。多分同じところからの。118種類ってこと？あ、ごめん。118種類で、同じところのメーカーじゃないけど、作ったとこが一緒で、そっからいろいろと流出したんかなとか思いながら、でこれをちょっと開封してみます。なかなか。なんか後ろついてる。あ、取り扱いですね。もっとな適当な放送やと思ってた。あ、ちょっと。本体軽っ、軽いちゃんとコントローラー2つついてますね。いや、分かるかな、このサイズ。ファミコンとかのコントローラーの半分ともいかないけど、ちっちゃいわこれ。まあ、とりあえず開けていってみましょう、はい、接続してみましょうかね。これ設定を、まだこんだけ軽いと思う。あ、まあ箱からして軽かったけど、本体がすっごい軽い。ほぼ重さない感じがしたの。あの段ボールの重さがほとんどない気がする。問題は118タイトルのラインナップや。でもそれって大丈夫なんかな。本当はダメなやつとか。あ、モノラルだ。ステレオじゃない。なあ、ファミコンモノラルですけどね、もともと。うん、なんか私、ちょっと、そうやんな、ファミコンモノラルやけどって思っとったんやけど。花粉症です。はい。出てみ。ちゃっちー。大丈夫なのかな。まあ後ろは電源と、電源は USB タイプで USB 電源から取らないといけないんで注意なんですけど。お、ポジティブラインナップ書いてんで。出して。まあ見えないか。まあ見えへんけど。何あんの？スカイゾーン。まあちょっとつけてみたらわかるか。うん。なんか、タイトル全部横文字で書かれてるな。海外のやつだと思う。日本から、移植じゃないけど、海外向けに打ったやつを、じゃないかな。もしもし、放題となんかちょっと違うかもしれんな、うん、もしかしたらその日本で売っているゲームのキャラクターもなんか変わっててちょっと違うとかあるかもしれない。じゃあちょっとつけてみましょう。はい、これが入ってるゲームですね。スカイゾーンとかリバーシー、リバーシー、リバーシー、てかファイナルファイターね、多分ほぼ知らないよね。うん、見たことないのばっかりやけど、なんかリバーシーもう一個あったような気がする。あ、別に一応ちょっとこれ、あ、ページ遅れ、118、もしかしたら多分日本と同じやつもあるかもしれないけど、一回ちょっとスカイゾーン
改造。そう。え、ああ、敵やと思ってた。ピンクのやつかと思った。どうすんの？何が正解？踏んだりとかさ。あ、踏める。踏める。踏めるんかなと思って。なんかあかんかもよ。踏むのも難しい。もういいよ。諦めるな。ちょ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 。あ、あれはあかんのか。なんかめっちゃ速くなったりするときあんねんけど。どうすんのさ。空中ですごいね、動くねん。動か、あの、十字キーやったら。そこまでジャンプ良くないから、あれ？あの、そこの右の白いやつに乗って、それ踏んでみたら。違う、そういう、そういうゲームじゃない。ああ、違う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 。なんもないやけど。あ、どういう。俺ちょっと、難しい。なんやねん。めっちゃな、ジャンプしてから、すごい、うん、その、なんか、なかったらあかんの？緑のなんか、青のなんか、白の何かえ、なんか、入ったんやけど。なんか、意味が。説明書くれ。そんな親切設計はない。入れ。トイレ。トイレ。あーあああおーおーおお、まあ。死ぬと思っても死なんパターンが。あー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 あああ。そこの上になんなんやろな。分かれへん。どれが乗れるかどれらんかも分かれへん。あー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 あああ。ああ消える。ああ緑のなんか取った状態そこにタッチしたら。なんかそのセクシーなお姉さんなんかからなんかこれ何そうしたらちょっといけんいやてかこの ロープみたいなやつはああ今ちょっとだけえ勝手にジャンプした、うん、もう一回だけっていうか乗れらんし背景なんやあれはちょっと分かりにくい薄いやつはダメだほら、そっちまで。乗っとんじゃんかい。なんかさ、なんかのボタンを押したら、あ家に入れるとか、あれあれあ、攻撃できる。いや、さっきもできんかってんで。それやってみて。かわいくない。あれ取ってるからあ、なんかの、なしみたいな。これどこ取んだなかったよね。どこ取ったその。途中で。そっちを行って落ちたら死にそうな感じがする。どうしたらいいの？何も当たった？なんかスターみたいなのに。スターにはずっと当たるけど何もないよ。え？何？どこ行ったらいいの？さあ。あ死ぬ。あ死んでる。怖いわこのゲーム。どこ行ったらいいか分かれん。あ寝てんの何あれ？分かんない。どこまで行くのほんで。何もかもが分かんない。なんか敵も攻撃してきたな。うん。どこが落ちるところでどこが行けるところかも。あれなんかループしてない。おい、何しとった？あ、なんか取ったの。何しと寝てんの？え？これがもうゴールやったりして。なんか。なんか入ったで。ステージ2。あれ？でもなんかめっちゃ似たような感じじゃない？あ、スタートしてきてんあ、何それ、それ、ついなの妖精。さっきこれやったらなんかなしみたいなの切れてんけど。パッチ。あ、でも取れたんあれで。うん。ちょっとなんか、気のせいかその、配置が似たような感じに見えるんですけど、わからん。何あ、なしも取っ、あ、なし使って、今一個減ったんやんか。うん、これがで、あの、増えた攻撃？多分これからやと思う、攻撃。あ、取らない。あれ、でもステージこれ。一緒やんない？さっきのとこと。なんか全く同じように見えてるんですけど。うん。笑顔で落ちてくるのが怖い。サイク。
ちょっと下行ってみよう。え、もうその下あるん？なんかない？わからん。押してみてもいいけど。寝てんのなんか。ああ、なるほど。起きへんのかな。寝てんの起きへんの。同じことを繰り返し。うん。何の苦行？あ、なんか。上なんかある。あれなんか。なんか上じゃなくないんやね。あの左の方。あれでも生き生きれへん。あ、え、いいの？左のとこ。生きれへんかった。足場がなかった。なんか様子見てみたらなんかある。ああ。え？この色の足ばっかりやけど。え、どうなの？え？うん、説明書なしで。え、ちょっと待って、同じとこ来てるよね。来てる、来てる、絶対来てる。なんかあの、なしっぽいやつのカウントが増えてる。なんか似てるやつの色が違う。なしっぽいのはカウント増えたのは、あの、妖精騒いよからやねんけど。残機増えない。やっておしまい。ああ、降りたい。それ取って、スリスリ。え、どういうこと？うわ、あ、違うとこ行った。違うとこ行ったで。え、でもこれステージ2と変われへんけど、何したいのこれ。ああ。残機ある。あ、ゲームオーバー？はい。じゃあ、あの、別のやつを。言ってたよ。うん。ん？どっちがいい？もう、ちょっと。なんでもいいよ。じゃあ、あの、にリバーシ？リバーシってもう、あれやろ？スプレーはできん。いけるやん。え、どっちが何色？あ、ホワイト、ホワイト。ホワイトプレイ。りょうさんがホワイト。んで、俺やんの。うん。ないと数足りなんか時々出てくる肉球みたいな。うわ、下のキャラが。じゃあ他のゲームしてみましょう。他のいたしましょう。じゃあもう一本ぐらいなんか適当に、うん、でその後あのこの ゲーム機でちゃんとゲームがプレイできるかどうかちょっと後の方に持ってきてみよう。111番、やっぱ海外のやつやなこれ。うん、見たことないな。うん、ゴールデンパール、金色の鳥を見つけたらいいの。違うかな。あ、あ、わかった。なんか当たったら多分なんかこう、うっせぇ逃げながら何か、あ、キャ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 。そういうことか。接触したらいいだけ。うん、来たで。シャ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 、上上上。うん、階段登ったら どこ行くの。多分あの下から行くんちゃう。階段ってか一番上の橋が登った。どこ出てくるの。下で行くんちゃう。ないけど。さっき右行ったらいいか。下の早い、下の段のやつ早いの。今行かん方がいいんちゃう。パッセッ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 。なんか呪いのが出てきた。あ、これ行けるのか。向こうやつらは行けるけど、ループせえへんねや。ほうほう、こういうもないし。うん、これ挟まれて終わりやね。終わり終わり。一番前の緑の早いやつ、うん、どっから。そう、あれが2番目の今おるとこ後ろから来たら終わり。際どいで、あ、なんか来るで、左から間に合う。あ、お前かい。
まあ、ファイアクリア、まあ、なんか昔のゲームやなって感じ、うん、一回一番上に登ってみようか。うん。もう緑のがさ、どこから来るのか。うん、避けるだけや。そういうこと。うん、緑来てる。これステージが増えるごとに敵キャラとか強くなっていくパターンかな。スピード上がるのかな、もしそれか。違う、残っちゃってる。あ、増えた、増えた。緑が増えた。緑は早い。でもなんかいい感じやん。いける。ステージ2で3つに増えてる。なのでもっと早なるのでは。青くなってる。さらに上位ランクのやつが。あー、めめめめめめめ。そのなんかクルってなるとかな。急に慌てた子あるよ。あれもあるかもよ。なあ。うん。あー。早い。これ後ろから来られたら怖い。あるかも。でもあ、でもええんちゃう、うん、経費なんちゃう。ステージ4すぐ終わると思ったのに、なんか変に進んでしまった。うん、あれ当たったことなんの。え、かすっただけやねんけど。かすったんか。ジャンプできんもんなこれ。ジャンプできない。早い、めっちゃ早い。青、うわ、うわ。後ろから来たらもういけるいけるいける。割とできるゲーム、うん、もっとスピード上がったら。はい、早い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 、ほんまに早い。なんですの。こっから急に難しくなるよ、このスピード。今日なんかあの、なんていうの、今、うん、うん、おー、ダメだった。当たったことになんねや。ちょっとでもかすったらアウト。よし、今下がってくれんかった。あれ動かない。どんどん体力が。あと1や。しかも残機も、残機も1やから。行くか。行った。見てたね。今。あれ主人公も、流行ってる。なってる。ハート取るんや、ハート。前から来るんかい。うーい。この生き物は何なんや。わからん。あ、なんかイベントが。おーおお、うん、ボーナステージがここに挟まれるとか。この後でもないか。でで、でどういうこと、あれ、なんかさ、エンディング終わって終わってくれんじゃん。何だったの。そう、なんか収まってるわ、皆さん。あの、敵が、緑に戻ってるし。いや、したい。じゃあ、ちょっと、次のやついきますか。次っていうか、あの、ファミコンカセットを入れて、うん、できるかっていうのは、あ、移動しなかった。一気を。一気。違うか。動かして掃除したけど、
分解したせいでなんかカバーがおかしくなったけど。え、これ通常のソフト入れるときどうなん？これね。おお、そういうことか。うん、やっぱりつかないね。うん。じゃあ他の。他のやつをちょっと。今度なんか攻略したい。何かわからないでしょうけど。なぜかラベル買ったらラベルがつきなかったやつ。じゃあタイトルをご紹介した方が。いや、つくはず。ニューファミコンでやったらついたの。まあでも一応。対応しないかもしれない。対応しないソフトもあるみたいな書き方しちゃったから。そう。これはまあ内緒でしょ。この間やったバードウィークは。あ、ついたついた。ついた。あ、でもちょっとほら。ん？あれ、こんなもん？でも上のさ、バードウィークのあの文字が。いや、こんなもん。音聞こえませんけど。すいません、ね、イヤホンが。モーラルやから、イヤホンが片耳しか聞こえない。突っ込んでいた。でもなんかさ、あの、キノコとか、うん、ちょっと。色が違うな。うん。おい。後で確認してみる。どうなの？何なの？相変わらず難しいゲームだ。難しい。動かない。とりあえず、はい、できる。再生はできると、まあ。もしかしたらできないやつもあるかもしれんけど、もう一回、あの、うん、この、いった？あかんわ。なんでだろうな。これはあかんやつやな。おかしいな。ニューファミコンで会った時は行ったんやけどな。ぐちゃぐちゃになんだ。うん。もう一本だけちょっと何か、うん、え、それなんで、それできるやん、綺麗に言うて。なんかやっぱり色がちょっとな、ちょっと違う。でもここはちょっと薄い感じはするけど、そんな全体的に。31日生まれ。え、やんの？なんかシオンみたい。せいやなのに。カシオスとの試合に備えて特訓よ。もう教えてくれなくても俺は負けない。自分の中のコスモを私認証させるのよ。今のなんか正解だったかな。逃げてみようかな。逃がしはしないよ。ごめんなさい。パス。仲間誰もいません。寂しい。明日はとか言いながら終われへんねんけど。ダブスタっぽい。やったぜ。強行がおる。
これ勝たなあかんの。まあ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 。なんか狂気を感じる。狂気を。うまいこと残していくな。後で大変になるっていうやつやな。うん。終わったね。今はついに来るぞ。これで日本に帰れるぞ。ああ。ああ、え？せいや、本当の戦いはこれからよ。どうすんの？終わるか。まあとりあえずできるってのは分かった。うん、できへんものもある。入られ走れよ。この色でも旬じゃない。まあせいやは赤のイメージが、うん、シャツのイメージがある。あの容量の問題だったんでしょうけど、ね、あれどうすんのなんかな、何かのボタンで行くのかなって。なんかうろちょろしたら海をちゃ移動だったなんか触りの顔おかしい。まあこういうのまたやってみよう。じゃあやんの。終わりまーす。終わります。何だったっけこれ。ゲームコンピューター。レトロゲームコンピューター。一応ファミコンの互換機でした。まあ最初からね、あの何だっけコチネットやったっけ忘れた。うん。まあ線がついてるから、もしかしたら今のテレビのやつでもついてるやつ多いし、まあ残ってるやつ多いから、できるかも。その代わり多分横に引き伸ばされるから、あの、間に機械挟まないといけないかもしれないけど。でもあの、なんか普通にファミコンで、はい、ファミコンテレビでやった時にさ、左右に縦線、ちょっとスペースあるよ、うん。あれないのがちょっと。あ、違う。これは俺があの機械を挟んでるから。そうですか。あ、こんにちは。本来やったら、まぁ、あ、ちょっと、あの、パソコンの方にはもう通っとるから意味ないやけど、こうなるから、横伸ばしの画面になっちゃうから。はい。はい、終わります。終わります。はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。